電話製材、注文製材、人力製材、木材加工、木質ペレット製造販売、木材販売の奥島商店です。本日は、昨年お世話になりました外交省事業の塀でですね、お世話になった現場のですね、半年経ちましたんで、施工の確認に参りました。木材の外交実証試験ということですから、時間が経ってから施工に不具合があるかどうかの確認もすることも実証の一つかと思います。自然素材である木材をうまく使いながら景観にも環境にも役立つ、こういった外交でお使いいただければと思います。弁明製材、注文製材、木材販売、木質ペレット製造販売のお問い合わせは福島商店までお問い合わせください。お願いいたします。